皆さんこんにちは、中川ゆきです。今日は正しく行えば必ず足痩せできるカエル足ストレッチをご紹介していきます。というのもカエル足のエクササイズやウォーキング、いろんなことをしているのになぜか細くなる人と太くなる人、違いがありますよね。これ何かっていうと、実は股関節の仕組み、解剖学を理解すればすっきり解消しますから、今日も一緒に体の仕組みから学んでいきましょう。今日は優秀な助手博士くんと解説をしていくんですが、見ての通りちょっと怪我をしています。先日不慮の事故に遭ってしまい、右腕と右足を脱臼してしまってるんですが、本人もねこのぐらいの怪我は問題ないと言ってますので、皆さん気にせずご覧ください。で早速ね解説入っていきますが、本来人の足というのはお皿、つまり股関節が真正面を向いた状態がニュートラルな状態になります。これに対してカエル足というのはガニ股、外側を向いた状態ですね。これの反対が内股の方です。この内股のパターンの方っていうのは基本的に太ももが太くなります。これに関しては股関節の形状を見てもらうと分かるんですが、太ももの骨、大腿骨が骨盤にはまって股関節を形成しています。これ実は内股にすると太ももの骨がぶつかって足が上がらなくなってるんです。つまり足の動きが制限されるから、太ももの前ばかりに力が入ってどんどんももが太くなると。皆さんやってもらうと分かります。足を思いっきり内股で上げてみてください。太ももがめちゃめちゃ硬いですね。常に筋トレ状態です。これに対して股関節を外回し、カエル足にしてあげると簡単に足が高く上がるようになっていくわけです。よくねクラシックバレエダンサーの方が足をこうやって高く上げていると思うんですが、これがこのメカニズムをうまく使った足の使い方です。ただここで疑問になってくるのが、カエル足にしているのになかなか足が細くならないという方、実はですねただガニ股にするだけでは足は細くなってくれません。というのも道を歩いている恰幅のいい男性とか妊婦さんとかを見てると、自然とカエル足で歩いていますよね。ガニ股状態です。でもこの状態で足を細くするためには実は問題が一つあって、お尻の筋肉、ここが硬くなっている人、ガニ股にした状態で隠れ反り腰みたいな姿勢になっている方が非常に多くて、そういった方はお尻の筋肉にぐっと太ももの骨を前に押されてしまいます。つまり股関節の前が詰まってしまって、結局太ももの前に負担がかかってしまうということが起きてきますので、今日行っていくのはまずお尻の筋肉とももの筋肉を緩めるマッサージ、あとは内ももの筋肉が緩むことによって足のラインが乱れたりヒップが下がってしまうので、今日は最後にカエル足で内ももを引き締めるエクササイズも入っていきます。全て寝転んだ状態で行えるエクササイズですから、今日も一緒に頑張りましょう。それではチェックから行いましょう。まずはカエル足にして開いた時にどこまで開きますか？しっかりと両足均等に開く方はバッチリです。これが開きにくい、もしくは左右で開き方に違いがあるという方は NG です。開きが悪い方が固まっている方ですが、しっかりとストレッチをしていきましょう。準備をするものですが、マッサージ用のボールやテニスボール、もしくはタオルを丸めたもの、何でも構いませんから、マッサージ用にですね、押し当てる時に使っていってください。エクササイズをした後は、今よりもしっかり開くように変わっていきますから、楽しみにしておいてください。それでは、スタートです。まずは、お尻の横側からほぐしていきましょう。お尻の横を中殿筋や大殿筋、いろいろ場所を変えていきますが、まずは固まっているところを探していきましょう。じわじわっと膝を開いて、はい、テニスボールやタオルを丸めたものでも構いません。何もなかったら自分の拳、グーをお尻の下に差し込んでも大丈夫。どうですか？痛くないですか？痛いなって思う方は痛気持ちいいぐらいで構いませんから、しっかりとほぐしていきましょう。場所を微妙に変えていきます。お尻の真ん中に近いところや内側、上部、いろいろ場所を変えながら自分の固まっているところを探してみてください。しっかりと自分の筋肉と会話をすることが大切です。いいですよ。この感覚を覚えておいてもらうと、反対側の足、お尻をほぐした時にまた痛い場所が違ったりしますから、そこにも気づき持ってきましょう。はい、今度は反対側をやっていきます。同じようにお尻に押し当てていきます。ちょっと痛いかもしれませんが、一緒に緩めていきましょうね。それだけ普段頑張って固まっている筋肉、体を支えてくれていますから、しっかりといたわってあげましょう。どうですか？さっきやった足と比べてこちら側、お尻は痛さ、硬さに違いはないですか？深呼吸は忘れずに。痛さのあまり呼吸が浅くなると筋肉は固まってしまいますからね。必ず深呼吸できる範囲で行ってください。
そうそうそう、筋肉をまずは緩めることが大切ですからね。深く息を吸ったり長く吐いたり、できるだけ痛気持ちいいところを見つかったらそこでキープをしていきます。そう、いいですよ、ナイスです。さあ、ほどいたら今度太ももの前、大腿四頭筋、この辺りが硬い、特に太ももが太くなっている方、お尻が小さく痩せ細っている方は太ももばかりに負担がかかっています。しっかりとこのももを緩めることによってカエル足をしやすくなりますよ。そう、股関節を柔らかくするためには太ももの筋肉を緩めてあげることもとっても大切です。どうでしょうか、シンプルに激痛ですね。これかなりね、痛い人が多いと思いますから、痛気持ちいいぐらいでいいですよ。体重もかけすぎなくて大丈夫。じわじわっと体重かけて、そう、マッサージ用のボールが太ももに1センチ2センチ軽く沈み込んでいくような感覚です。少し上の方とかほぐしてもらって、これも硬いところ、痛いところに差がありますよね。気づけた方はバッチリです。さあ、そしたら今度は反対側です。逆側比べていきましょうか。痛さの違い、そして太ももの筋肉固まっている場所の違いはありませんか。いいですよ、もし違いがあったらぜひね、コメントに書いて教えてください。皆さんの体の状態を確認したりチェックしながらですね、ストレッチのメニューも構成いつも考えています。みんなで一緒に動画を作り上げていきましょう。はい、どうですか、こちらの足痛いですか。痛気持ちいいぐらいでいいですからね。はい、マッサージはこの種目でおしまい。ここからはストレッチに入っていきますから、もう少しだけほぐしていきましょう。この準備がとっても大切です。これやるだけでストレッチの効果が何倍も高まっていきますよ。ナイスです、あと一息、もう一息、はい、いいです。うつ伏せの状態で膝を抱えて太ももの前を伸ばしていきましょう。反対側の膝は抱えるような形にして、おへそ、下っ腹を地面からキュッと浮かせていくと、ももの前、伸びが強まっていきます。ストレッチの形をとってから、どうすればもっと伸びが強まるか、しっかりと筋肉や関節、会話をしながら探してください。膝の位置微調整してもいいですし、足の持つ位置を変えてもいいです。どうですか、伸び感出てきていますか。特に足痩せしたい方は、まずはももの前しっかりと伸ばしていきましょう。さあ、いいですよ、その調子、その調子。首肩力抜けてます？今呼吸止まってなかったですか？皆さん見えていますよ。そう、こういう時大体ね、呼吸止まります。はい、今度反対側行きましょう。特にね、うつ伏せになると息が止まりやすかったり、肩力が入りやすい人多いです。よくよく首肩リラックスして、ゆっくり呼吸、お腹には力を入れたまま、そうそうそう、しっかりとかかとを自分に近づけて、そう、バッチリです、伸びてますね、いい感じ、いい感じ、その調子です。もも前を柔らかくすることで、むくみや疲れも取れやすくなります。太ももの前や外側の張りが気になる方は、もう必ずこれ寝る前にやっといてくださいね。そう、そしてこのももが伸びてくると、次の種目に生きてきます。次の種目は、痩せ細ったお尻をプリッともも尻にしてくれるエクササイズです。カエル足サイドキック。さあさあさあ、だいぶももも伸びてきましたね。こっからがヒップアップに超効果的な種目が目白押しです。それでは横向きに寝転んで、足を横から開いて、カエル足、そしてキック、遠くへ足を伸ばす。そうです。地面の足、不安定な方は曲げといてもらって大丈夫です。使うのはここ、お尻です。お尻のエクボ。ここしっかりと意識して、膝を開く。そう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 、ナイスです。膝を開けば開くほど、お尻、エクボがプリッともも尻に変わっていきます。ナイスです、ナイスです。その調子、その調子。きつい方ほど伸びしろです。
はい、これ膝内側に入るの NG。 特にももが太くなったりお尻がどんどん痩せ細ってしまいます。必ず膝を、そうです、開いてカエル足。ちょっとの違いだけど出来上がってくる足のラインやヒップライン変わってきますからね。そう、いい感じです。ナイス。反対側も行きましょうか。皆さんもぜひ自分の筋肉、このマッスルスパッツを見ながら意識してみてください。どの筋肉を使っているのか、どんな風に筋肉が動いているのか。いいですよ。そう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 、まさに自分がカエルになったようなイメージでしっかりとガニ股開いて遠くへ伸ばす。この時に内もものあたりも力が入るの分かります？しっかりとカエル足にしようとしたら、実は内ももにも力が入って引き締まっていくんです。お尻も締まるし、内ももも締まるし、足まで細くなる。一石三鳥、素晴らしいエクササイズですね。いいですよ。できたら地面と脇腹にはスペースを保っておきます。横っ腹に画鋲があると思って潰れない、そう、刺さらないように気をつけましょう。その調子です。ナイス。はい、だいぶ使えてきましたね。今度は下の足を持ち上げて内ももを使います。まっすぐ足上げ、内ももエクササイズ。よいしょ。ほっ。できついなと思ったら膝曲げてもいいですからね、地面側の足。そして、辛くなったら休憩でいいです。人と比べる必要はありません。昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょう。そうです、足の位置も前後微調整していくと、どうですか、後ろに引いたらしんどくないですか。はい、きついっていうことはどうでした、伸びしろですね。そう、筋肉が喜んでいます。その調子、その調子。いいですよ、呼吸忘れてないですか。きつくなったら首肩に力が入って呼吸が止まりやすい。そこで頑張って深い呼吸です。そう、素晴らしい。いいですよ、その調子、その調子。ここまでやってるあなたはもうすでに偉いです。素晴らしいですよ。はい、それでは反対側行きましょう。内もものエクササイズ。上の足を置いて、へその下、脇腹ですね、地面との間にスペースを作るようなイメージで、するとお腹までぎゅっと力が入ってきます。お腹痩せにも効果があるんです。いいですよ、足を動かすときに、そうです、下っ腹キュッと引き上げる。するとあんまし足が上がんないんだけど、それで OK。 ごまかして代償的にたくさん使うよりも、ちゃんとお腹、体幹を安定させたまま足を上げると、ちょっとの高さでめちゃめちゃ効果的。内ももにたくさん効きます。エクササイズ頑張ってるのになかなか効果出ない人は、実はこのごまかしの代償動作たくさんしてる可能性があります。自分の動きを一個一個見つめていきましょう。そう、いいですよ、疲れてきました。そうそうそう、筋肉が喜んでますよ。その調子、もう一息です。 OK、 今使った筋肉をしっかりストレッチしてあげましょう。カエル足ストレッチ。お尻を後ろに引いていきます。これは股関節を柔らかくするためのストレッチですね。深く息を吐いて、吸って、吐いて、吸って。そうです、特にストレッチの時ほど呼吸は意識的に深めていきます。辛い種目や痛いなって思う時、頑張って呼吸していきましょう。腰は反らして、でもお腹は引っ込めて、そう、そしたらもっとお腹も締まるし、内ももも伸びていきます。良い感じ、良い感じ、その調子です。あと一息です。この次の種目でもうおしまいですからね。そう、いい感じ、バッチリ伸びてますよね。はい、もうここまで来たら終わったも同然です。次の種目で足痩せ、そしてヒップアップ、一緒にやっていきましょう。最後はカエル足で膝を伸ばすだけ。はい、ここで内ももの隙間をなくすことが大事。膝をガニ股にしながら、カエル足にしながらも内ももの隙間をなくす。そうです、膝同士が内側を向いちゃダメですよ。外側に向けながら、かかとはつけたまま、よいしょ。そう、足の付け根からカエル足、外にひっくり返すような感じ、回していきましょう。ふう、かかとは天井。きつかったら伸びきらなくてもいいから、できる範囲で。
そうそうそう、少しずつ繰り返すうちにできる回数が増えていきます。最初伸びなかった足が1週間後にはちょっとずつ伸びるように変わっています。そうですよ、少しずつ変化に気づければバッチリ。もう一息、あと一息、そう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 、頑張って頑張って頑張って、 OK。 はい、どうでしょうか。これで足を開いてもらうと最初よりもしっかりと開くように変わってきていますね。このように体の仕組み解剖学を学べば美しく健康に体が変わっていきます。本気で体を変えたい方は概要欄からオンラインで学べるストレッチの学校ユーフィット1週間無料体験をしてみてください。そちらでは皆さんからの質問にライブなどを通じて直接回答をしていますので、お会いできるのを楽しみにしています。そして今日の動画もいいなと思った方は高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。